はい。ということで、もう今回は、処女カリティデビューしたライトについて語っていけたらなと思いますと。で、まあ、これはね、本当、概念的な話が多分めちゃくちゃ多くて、七湯証言とかね、なんていうの、その、演出からね、師匠を読み解く人とか、まあ、考察中が、まあ、大好きな作品だろうなと、個人的には思ってて、まあ、感じるな、感じろ系、感じろ系ね、感じるな、感じろ系の、まあ、作品ですよ、というところで、まあ、自分は、まあ、本当に、美少女動物園大好きなんで、まあ、もっすりハマりましたと、まあ、武士郎の、アニメね、大好きマンなんで、武士郎アニメといえば、やっぱり、リリースタンメイソム一つ、なので、素晴らしいアニメだよ、ということで、ミスター、まあ、大好きなんですけど、まあ、特にね、まあ、テレビシリーズを見てたんですけど、まあ、当時ね、まず意味わかんないから、まあ、意味わかんないでしょ、とか、まあ、絶対言ってたんですけど、まあ、今はね、こうやって、まあ、30歳超えてきたら、な、まあ、それは、ああいう意味があったとか、いろいろ言われずね、納得できるんですけど、まあ、当時そんなね、その考察ね、好きじゃなかったから、もっと、わかりやすく作れよって思ってたぐらいなんですけど、まあまあ、これはこれでね、やっぱ味のある作品というか、まあ、そういうね、想像の幅を広げてくれるような作品なんで、まあ、こういう解釈があってもいいとか、こういう気持ちだったとか、こういうことでこういう世界を作り出したとかね、こういう行動に出たとか、まあ、そんなの、まあまあ、受け取る側はね、受け取っていただければというところで、まあ、楽しめ、まあ、たらいいかなと思ってますし、で、まあ、何よりね、この劇場版すごかったんですよね。まあ、劇場版もね、これ劇場、にね、足を運んでみたんですけど、それがすごい。なんなこれだけでもね、見てほしい、ね。ワイルドスクリーンバロックとかね、めちゃくちゃすごい塾だからね。これ何回もついたわ。ワイルドスクリーンバロックね。に、プラス、タッグ同士で戦うところ。まあ、タッグ同士で戦うのもめちゃくちゃ迫力あるしね。すごい。の一言に尽きると。まあ、結局やってることはね、なんかね、みんなの、離れ地のが辛いとか、みんなその、ね、もう一体、分かり合うみたいな、そういう系で、ね、多分終わるんだけど、一言で言えばね。でも、まあ、それをやっぱりその心象を好きに、まあまあしね、課題な証言をして、まあまあ、BA7 っていうのね、世界に誘ってくれと。まあ、ほんと想像力の塊みたいなアニメなんてね。まあ、好きな人は好きだし、まあ、抑えの嫌いな人は嫌いかなというところで、まあ、評価分かれるのかなと。思うんですけど、非常に面白いですね、レビューした。だからまあね、見てない人、ぜひね、映画だけでもね、見てほしいな、と、まあ、思いますね。多分これね、ファンはね、めちゃくちゃ根強いファン幅多いんでね、レビューした。で、なんか、グリザで終了するみたいなんで、ぜひ語ってくださいと、ご一緒いただいて、まあ、アプリやるほどね、はなかったんですけど、まあまあ、ほんとね、なんか、これ、それ、異次元の方にもね、進出してて、ここに EM 曲とかは、まあ、つついたりしてますね、まだ今も。もうね、先日も多分出たんかな、多分、プライドって曲とかなんか、曲ね、ちょこちょこ曲は出してるし、その、エンデチの方かな、なんかそういう 2.5 次元、みたいなところで、まあ、いろいろ展開はされてるんだろうな、と思いますね。まあ、ほんとすごいのと相性いいからね、やっぱ、父だから。はい。って感じで、これも、ね、いろいろ、思いをね、つっていただければな、と思います。以上、リビスタのお話でした。バイバーイ。